はい、会場の皆さん、こんにちは。青森から参りました青森花嵐桜組と申します。4年ぶりにこのよさこいサンサに参加させていただきました。この会場、残念ですが最後の演舞となってしまいました。最後まで元気いっぱい笑顔で演舞させていただきます。これから演舞させていただくのは青森のちょうど中心にあたります浪岡という町を題材にしたテーマです。浪岡は中世の里と呼ばれておりまして、とても歴史ある町です。春には桜が舞って、秋にはイチョウが彩るとても綺麗な町でございます。どうぞこの演舞で浪岡を感じていただきたいと思います。どうぞご声援よろしくお願いします。